合と1人5人まで出てくる。1人5試合。だから5連敗、全部5連敗だったら25試合。終わらせてほしいですね。あ、ニカさんもやってもらいたいな。じゃあ僕もやります。俺リュウで全員本人。そうそうそう、あの、永田さんの逆。永田さんの逆ですね。俺リュウで私全員本人です。新谷さん最後。どんな無双動画なんですか。あの人たちだから、うわー、足すなとかなるんですけど、これ具だったら、永田さんの逆ですよ。俺が急で、あと次は女だよ。女で、何を示してくる。じゃあやりましょう。やりましょうというか、もう福山さん最初の相手を指名してください。だんだん強くしてもいいし。クレジンさん、オッケー。じゃあクレジンさん、その試合終わったら。ダルシムを指名するとはなかなか。そうですね、ダルシムを指名してきた。クエマさん 1P2P 好きな方で。 2P、 はい、わかりました。あ、カメラあるから 1P 側に行ってほしいかも。あ、こっちに移動しますか。そしたらでは本日福山組手1人5試合、福山さんが1勝でもしたらその人は終わりです。よろしいでしょうか。最初の相手クレジンさん。さあ福山さんに期待がかかる。じゃあちょっと早めですけど本日始めます。さあ開幕波動拳が当たって、じゃあ最初に示したのはダルシム、クルジンダルシム。そうですね、あの一つ出来で言ったら全然違いますからね。これはめり込んで、大いにめり込んで投げられる。シンク当たらない。竜巻をぶち込んで下が開かない。クレジン手堅い。うおっと、コッパン昇竜リーチ。クレジンダルシム最近は結構動きが変わってきました。まあすごいシンプルですね。シンプルにやってます。ですが相手は百戦錬磨福山。真空を当てて、これはもうリーチがかかった状態。ゆるどりが一発で終わってしまう。さあ次の指名は鈴木、ニーヤー、チャポーズ、グリグダ2回転。チャポーズ、指名です。本日、福山さん組手で、福山さん組手。福山さんが1勝でもしたら終わりです。でも5試合。
はい、次の指名はサボズ。さあ福山まずは一勝して乗っているか。指名したのはチャボズサガット。キャラ的には全然いける、これ両者いける組み合わせですね。ユウが有利だと思いますが、サガット側もゲージが溜まると結構勝負になります。真空のプレッシャーがきついが、さあショット当たって、ショット当たって、おっと2位投げ端っこ、どうする、うまい、あーっと今のダイヤシの後のタイガーショットなかなかいい連携なんですけども割られちゃうんですよね。あーバカ、おっと立ち攻撃組まれに竜巻当たる。両者ゲージが重要な組み合わせですが、まあ、ゲージを溜めつつ端っこに行かないようにするというこれもですね。昇竜ダイヤシ、ダイヤシもう一丁、これは一ヒットで済む。おーっと飛びを当てて福山2連勝、もう2人倒した。鈴木ニーヤグリグラニーヤニーヤ指名です。5でいいっすよ、5でいいっすよ。ニーヤーさん、本田でお願いします。ニーヤーさんはね、舐められてますね、これね。さあ、マックス5試合です。本日、今いるのは残ってるのは鈴木、グリグラ2回転、そして今対戦してる福山、ニーヤですね。おお運がいい、まあ、ニーヤさんを指名したということは本田戦を先にやって先に気持ちよくなっていこうというそういうことが。あーおおニーヤ面倒くさくならなければ、おお以上。さあ、あのカラジャンプがニーヤの代名詞ですね。さあ現在クレジンダルシムとチャボーズサガット無傷で倒し乗りに乗っている福山。百貫からの奥攻め竜巻正解。本田は竜巻の対処が非常に難しい。勝負だ。さあ、ニーヤ勝利。まずは1試合。はい。あ、そうなんですか。若干役立つじゃないか、前。あ、まあそうかもそうかも。最後の連携はしゃがみジャックパンチの後ジャンプで逃げようとしたときに弱役列だから当たった。そして、中役列だった場合バックジャンプに逃げられるそうです。そうなんだ、弱役列って結構強いですよね、発生が早い。そして、まあ、1ロットあの場合いきなり出てくる攻撃で1ロット必ず削れるというのがでかい。百貫すげえ盛り方さ、パスマキー正解。あれをなんとか対処しようと思ったら本田はタッチガードしないといけないので、うわっと頭突きが見えていたが真空がフット、タッチガード、竜巻読みで、ね、タッチガードしたら大丈夫、頭突きで OK です。けど百貫じゃないと勝利に対して安定しないので、
さあねじり寄ってくるニーヤ、うわーすげえ掴み、表にした、これはそう、あくまでもリバーサル、うわーここはお仕置き、ニーヤのお仕置き非常にでかい、ジャンプキョッパー減りすぎますよね、あれパンチもめちゃめちゃ高い、10から15だったんです。さあバックジャンプに対してシューズ付きで勝利を釣ってから一気に持っていく、ニーヤ2連勝5試合やるか、今度は絶対いけるはず、当たり前です、それはそう、福山組手現在3人目、バーサス東西戦では、前半戦と中盤戦の間ぐらいにずっと配置されている福山さん、そろそろこっから抜け出したい、やる気はある、どうやったら強くなるんだ、こっからが難しいところだ、まあ肝はなんだかんだ言って知識ですね、そして対空制度、足りないところはですねやっぱ知識だと思います、あの雑になっちゃうのはやっぱ知識不足からですからね、だー死んだが、いやニーヤーさんちょっといじめすぎですね、これしゃがみジャックパンももう一発も食らえない、鬼無双にもやってあげないという、おヌルポーが大丈夫だよ、今日はね福山組手ですね、1人5試合持ちなんだけど、福山さんが1勝でもしたらその人終わり、はいというルールです。現在ニーヤーがパーフェクトでほぼ一発まで詰めてた状態から逆転負けをする、これは福山を攻める、褒めるべきか、対空波動を、さあ気負らずに打てるか、そして対空あと一発の状態、真空、おーっと踏ませた、ニーヤーに勝利、ヌルポが参戦です、ヌルポが次の指名はヌルポが指名です、結構サクッと終わりそうですねこれ、こっからですよ、さあヌルポがエスケン、さあ上り強キックいいですね、うわあれ踏む、いい地獄ですね、おーやりたいことをやっていくヌルポが、こんだけ走り詰めてゲージもなかったら端っこでそのまま終わらせてもよかった、あー再起動昇竜拳、それはまずい、そうですね、1試合取るか 5連敗するかどっちかですね、あの天井を設定しないと終わらない可能性があるのでこうしました、鈴木ザンギがねまずいんですよ、僕はバイソンにしますか、バイソンにしましょう、おっと真空重ねて波動拳を打ち返す、まあそうですね、あそこは龍側も別にほっとけばいいというところなので、おお上り強キック、まあ、ロケってやってやっぱ強いんですよね、昇竜耐久できない場合はあれを選べるようになるとダメージが全然違ってくる、
さあ端っこ詰めたがヌルポが狙って、うわー真空勝利、投げるヌルポがやるわ。今のいい勝負でしたね。ゼロドットまでもつれたが最後の最後でボタンを押せなかった。相模ぐらいの時は第5からのコンボをやりたいですけどね、難しいんですよ。めくり強キックはそもそも当たるか分かんないのに、立ちしゃがみを最速で判断しないといけないので。さあ今度は福山が強勝利で決らせる。今の試合は完璧な流れ、やっぱり歩きで押すこれですね。おヌルポガも対空が今までよりは出るようになってきている。ここからですね、真空が怖いんですけども、戻り昇竜暴れからめくり昇竜出る、あとは飛ばなければいいと言おうとしたところで飛んでしまうが、最後は足払いがちょっと使ってしまう。エチケンの勝利で強いですからね、あの足払い重ねるのもちょっと命がけ。さあみんな、なんか初級級者の竜ってみんな波動拳にジャンプ強キック当てた後バックジャンプするんですよね。おっと一勝で止めた。さあ残るはグリグラ2回転鈴木です。グリグラ指名です。舐められてますね。しかし福山ここまで 1,2,3,4勝3敗なので現在勝ち越し中。だーまあもうまあそのって感じですね。足りないところは何ですかってコメントがなんかきついですねこれね。足りないとこいっぱいありますよ。でもいやーこれはうまい読み切った。グリグラ重ねにいったところで暴れ昇竜から即死を狙う。高い内容受け取ってしょう。おっと真空がもろぐらい壊し投げる。さあ福山このまま行っちゃうのか。グリグラのコンボを食らっておきながら倒すという、これはでかいですね。いい勝ち方をした。デック後ろに投げる。なぜ後ろ当たっちゃった。あーしゃがみキューパーが出ていた。暴れている。あそこは昇竜出てもダメです。この辺が知識さ。フェイドンのしゃがみ中キック先端は、昇竜を食らいません。そしてその後に、最速で昇竜拳打たないと劣化拳をガードさせることになりますね。黙ってるとデックも来るし集団もあるし、さあグリグラグリグラが適当に飛んでくる。うわぁ昇竜出ないねえと、昇竜出ないねえと煽っていくぞ。これは指導プレイなのか。グリグラ、あーこれはちょっと安い。あそこを最大狙いたい。こうですね、理想は中パン強パン劣化拳。うーわーこれしょうがないですね。あ、X ゲーマーズもこんばんは。福山組手って分かります？
抜けて海外ではなんて言うんだろうね。とりあえず5試合ファーストトゥーファイブ全員とやります。密着からの下がりの指導っぽい。確かに、うおっと、それは甘えなんでは。これですね、あれはもう普通に強い連携ですね。うまい。困った時に押すボタンが間違ってますね。これさあ福山、困った時に何をするかっていうのはもう人の強さが出ますので、やーる、今の距離でかい。さあ端っこ詰めてちょっと近いぞ、だー、死ねる、ナイス距離、仕込み、あれ、エンペルト、エンペルト、それうー、まあ今のはこれしか入らない、いや違うな、早々のジャンプ強パンレッカケの前でしたね。ヘイロン側もあそこ難しいところ、めくってコアコア飛んでる、というかシンク打ってるのがやばい、死んだ。その暴れ真空はもう見ました。オレンジやばい、オレンジやばい、関西も関東もオレンジフェイロンいますからね。さあグリグラ3連勝、5連勝したら気持ちいいぞ。昇竜暴れに音がめあり、今度は中足に蹴り替えたが、その中足も劣化権をもらう行動。ここまで分かったら何をするか、バレましたね。さあ、あれは、まあ、難しいんですけども、あの場合劣化権以外ないので、だったらガードしてもいいんですよね。さあ端っこ行っちゃった、すぐ端っこ行きますね、このキャラ。おっと、中キック投げ返しで支援客を突かすか、劣化刺さる、これで4連勝。グリグラがリーチ、まあ、両者リーチですね。さあ福山、これで勝てば勝ち越しますよ。あー、ピオル2発目でピオル、これは残念だが死ぬの、死ぬんだ。そうです、セイロン側暴れ昇竜待ってます。暴れ昇竜か、ね、暴れの通常技か、これを、まあ、読んでもっとでかいのを狙いたいなというのがフェイロン側の狙いですね。さあ死んだか、これは竜巻レック端っこ対空出ない、持ってかれた。グリグラ5連勝でこれで天井です。これですか、舐めやがって鈴木さん、僕鈴木さん最後だって、鈴木さん最後指さしてた。あ、じゃあ鈴木さん逆指名ということで。さあ鈴木を指名、舐めやがってと大きな大きなセリフが出ましたが、鈴木懺悔、ステージもいいですね。さあ福山はここまで4勝1敗ですね、4勝1敗です。さあ鈴木の技術力一番出るのは龍泉、あ、瀬尾くんも OK、 瀬尾くんも来ました。さあこれは福山がリーチをかける、だーいてー。さあ福山の暴れをずっと待っている、しかし
ねじ込んでいく福山、荒らしてなんぼやと言わんばかり。しかしやりすぎた。あ、でも勢いがありましたね今のは。外野手もらって、これは詐欺飛びから連携で端っこに持っていくからの昇竜がやりすぎ。おっと届かない。だー、鈴木、鈴木、あー鈴木さん一言どうぞ。いやー、やりました。瀬尾、2回転どっち。瀬尾くん、指名です。はい、あ、エコジュン入れなくていいよ。なんと福山、これで勝ち越し確定ですね今のところ。あ、分かんないけど、8敗でしょ。 1,2,3,4,5、 あ、8敗、5勝8敗なんだけども、倒してる人数は勝ち越しですね。さあ、瀬尾チュンリーを指名。僕最後に残さなくてもいいと思うんだけど。だーっと、あれはガードできるはず。なんか出しちゃいましたね。地上竜巻めちゃめちゃ強いですからね。おー、しゃがんだぞ。瀬尾が温まる前にやっつけちゃうと。しかし冷たい連携が続く。だー、チュンリーが最近のチュンリーがよく使うしゃがみジャッキック、先端重ねも、昇竜拳、竜巻両方とも当たらない行動です。そしてユリフレームが結構あるので、その後中間に連携させてという、さらにユリフレーム取ってますね。いやー、きついね。まあ、福山さんの暴れの多さをその辺知り尽くしてる感じ。まあ、安全なことをやってるだけで勝てそうだと思われてるということですね。あれは直接的なダメージには結びつかないので。うまい、ある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 よ。うおー、お迎え。さあ、福山リーチ。あー、今のはお願いがはみ出した。だー、読み切って飛んでジャンプ強キック。スカールはちょっとさすがに、その後しかも波動拳ってビュラされましたからね。早いです、こういうゲームです。うまい。さあ、瀬尾くんも指導プレーなのか。おっと、これはちょっとやりすぎだ。緊張キック使って投げる。あの辺はもうチュンリー側なら。おっと、あるね、ある。あ、あ、苦しい。中攻撃だと知らない。瀬尾が2連勝。うまい。今のは踏みつけじゃなかったら間に合わなかったかもしれないね。さあ、荒っぽくなってきたぞ。福山の逆指導プレー見れるか。福山さん、この荒っぽさも味ですからね。あっと、これも波動拳が打てない。けど打つ、いてぇ。あの当たり方は出会え。まあ、ゲージ持ったチュンリーに画面端に詰められたらそれきついですよね。逆に言うとゲージ持った竜に詰められたチュンリーもきついです。
そう、端っこに詰めるためには、おお、真空下が開かない、うお、おおお、やる、今のあるね、これは流れがいい、荒っぽさと繊細さが共存することが強い、これは確かに繊細なだけだとね勝てないですから、このゲーム火力がすごいから。おっと前飛び、さあ福山気が狂ってきた、危ない危ない、ダービオッタがバレバレすぎる、ダー済んでる今のは。さあ瀬尾が3連勝、誰か他の人来たりしませんか。さあ福山組みてかなりサクサク終わってます。さあやっぱり蓋じゃなくて福だぞ、福ちゃん少林寺対決、少林寺対決、レイフェイみたいなやつですね。さあ今度も動きがいい、流れを持っていけるかどうか。あ、タケチーさんもね来てくれたらこれ面白かったと思うよ。うわっと、これここで真空を当て、うなずく福山、うなずいちゃいましたね。さあ福山端っこにさっさと詰め込んだ、こっからですね、うまい、うおーっ、天章潰しから昇竜仕込みまで殺しに行ってましたね今。さあニュージャミニュートラルが見える、背負だー、さっきも見た、これは戦列使っていく、だーなんだなんだなんだ、荒れ狂っている、ピアノマの甘えの暴れが荒れ狂っている。あ、いいですね今のは、炸裂には対処できないので。おっと高め暗い投げが受け身がない、これで結構なダメージになる。さああとはうまーい、戦列を維持しながらあれをやってくんのはうますぎる。セヨが4連勝、戦列を維持してで足が届きそうだと思ってニュートラルで立って元気っこを入れました。途中で捨てたかもしれないですけどね。さあまだ早いんじゃないか。福山がキャラを間違えてチャルになる。瀬尾が4連勝中、うーん苦しい。あーいいねいいねいいね、金子くん、アビビンさん来ました。そう今川俣塾波紋をかけて金子さんを呼んできましたんで川俣塾の存続か波紋か。おう、こんばんは、阿部敏金子来たのでこの2人入れましょう、はい、そう10連敗あるね、残り10連敗全然あるね、連敗あるからはい、うまい、うますぎる、うわあれ落ちるの、うっそ、ふざけやがって、あれ初めて見た、もうやることないんじゃないの、もうやることほとんどないですね。わっと今のはいい勝負、また空たつやった、新しい真空投げる、おさあリーチ、今日のルール、はい、1人5試合もちろん5試合、1人5試合で5試合で福山さんが1勝でもしたら終わり。あ、はいはい、じゃあ全部勝っていいんですか、僕は全部勝ってもいいですよ、はい、
全く構いません、はい、今グリグラ君が5勝してます、はい、鈴木さんなんと0勝なんと優勝したよねこれね。さあ綺麗すぎるよ。さあ、あるかな。あー重ねたいよね。わかるわかる。最後はストレート。ダッシュストレート。金子アメビン2回転選んでください。あるかな。金子くんです。福山さんいけそうですか。イグジット、イグジット、あ、それじゃない。スタート、スタート連打してください、両者。スタート連打してください。こちらもスタート連打。完全同時になるとね、抜けるんですよ、これ。で、9に合わせて、はい、ショーボタン。じゃあ、アベミンさん。はい。僕、記録やるんで、喋ってて。はい。さあ、今バーサス来るとき同時押しで金子さんと右と左で僕から来て、はい、グリグラさんよかったですね。ちゃんと福山さんをストレートで、いやもう出しました。はい、こう甘えた昇竜を咎めてやりましたよ。はい、ちゃんと劣化3発、はい、はいはいはいで、そうですね、基本的にそういう形でやってやりました。あ、早速ですけど今入った金子さん、はい、金子入る、これ5本ストレートでいいですか。そうです、基本的に福山さんが勝った時点でもうその人の試合が終わりと、はい、お、あるか、いう形になるので、これ1試合目で福山さん勝つともう終わりです。終わっちゃう、はい、なので皆さんもう全力でこう倒しに行っていただきたい。絶妙ですね。はい、さあ、あるか。これはシンクもたまらないし、そうですね、ちょっとガイルここでもう守れそうな感じはあるが、歩き投げ、あ、バックジャンプでもよかったかもしれないですね。あ、そうかもしれないですね。もうそれ読みの前飛びぐらいしかもうないですもん ね、 そうですね。まあ面白くなってきましたよ。あー、ずれて、はい、福山さんもアントビが遅かった。はい、これは投げ確定かな。ニットさあ投げ入らない。あるよ、全然ある。はい、さっきもね、僕はあのダブルサマーで削るっていうのもありかなと思ったんですけど、はい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 、わお、さあ、まあ来たばっかりなんでね、これで温まりましたかね、金子さんも、はい、そうですね。福山さんももうちょっと温まらないと本当はダメなんだよ。長いな、そしたら、はい、結構やってますよ。やってる、結構やってます。やってるから鎌田さん後で見たら怒られちゃうよ、はい、相当冷え性だと思います。冷え性、はい、もう夏ですからね。そうです ね、 ね、冷え性ですね、はい、やっぱり。さあ、これは2本目ですか。2本目、はい、そうですね、もう結構障害ですね、はい、福山さんちょっと早めに、はい、ちょっと福山さん、僕あのガイルやるじゃないですか、はいはい、僕は、はい、こうアンタビからこう畳みかけみたいなのはすごいこう、うん、バキバキいくんですけど、はいはいはい、そうやっぱりこう守りきったりとか、うん、まあ、今のこうちょっと削ってもない真空とかはこう、はいはいね、展開的によっては不利になっちゃうんで、あ、そうですね、頑張ってほしいところですよね。やっぱりちょっとこうやっぱり強い人はそこの最後 の、その詰めるところすごくしっかりしてるっていう感じはありますね、はい、確かに、はいはい、まあちょっと違いますけど篠丸さんには打ってほしいですね。あさあこれしかない飛びだった。ちょっとコパンぐらい待ってもよかったんじゃないかなみたいな、ね、最速じゃない波動でよかった感じはありますね、そしたら勝利で勝って終わってた。そうなんですよ ね、 ね、あの時間だったらもうガイル側ももう、あれぐらいしか多分なかったと思うんですけど、あれはシンクも重ねじゃないんでああいうことになっちゃいますよね。そうですね、
さあ、お、手前安かったけど、まあまあ、もう一丁ここから怖だ。ここで真空をうまく使ってほしい。続けて足払いと波動とゲージ管理して、もうこれでうまい。さあ今のいいぞ深谷さん。そうですね、コメント、ね、暴れ昇竜多いですねと、はい、篠丸さんは出し惜しみしです、はい、まあ篠丸さんはね足払いがもう絶品ですからね、はい、あ、そうですね。さあこれはやばいぞ、篠丸じゃない福山さんですよ、ね、福山さんです、はい、これは、はいはい、虫の息だった。さっきからね、瀬尾戦でもそうなんですけど、はい、福山さんこう5本取られてても、はい、圧倒的に負けてる感じじゃないんですよね、はい、1本取って、いい勝負だったりするケース、まあ、今はちょっと3本目かなり押されてましたけど、なんで全然ありそうなところがさっき阿部さん言った、そのしっかりこう詰めるところ詰めるっていうところが、はい、ちょっともう一歩欲しいところなのかなという感じはありますね。僕はこうなんでしょう、福山さんと、はい、ちょいちょいこう組み手みたいな感じでの試合、はいはい、長くやるんですけど、うん、その時にこう僕が教えることはもう少ないんで、こう、はいはい、本当に教えることはこう川俣さんがもうバリバリ教えてるんで、うん、そうですよね。そうやっぱりこう勝ちに行くとかプレッシャーとか、うん、そこら辺をこうね、福山さんこう強くなってもらえると、あ、そうですね、もう今川俣さん言ったところだと思います、はい、強い人は本当そこの、その際のところのがの勝負が本当強いイメージが、本当強い人みんな、そうなんです。もう強い動きはね本当強くてかっこよかったりするんです、はい、あと綺麗だったり、そうですね、さあちょっとここからはさあもう一回あるよ。こういうところ今ので終わってたかもしれない。そうなんですよね、コンボで終わり、ガイロは逆に今吐かせてラッキーぐらいのところはある真空だったかなと、うまいな、うまいですね。さあここで、さあこれ合わせて合わせて頑張って、まあそうまだ使わないで、どうする、うわー欲しい、差し返しになったのがいいチャレンジだったと思うんですが、いやかっこよかったですけどね、はい、そうですね、どこで行くのか、どれで返すのか、ちょっとガイル側がもう搭載してバックナックルで終わりのところだったんで、はい、そこのこう感じとか分かってる動きだったのかなと、ちょっとタイミングがね、そうですね、難しい。そう川俣塾が生きるか、さあ大足で割られた、さあ見てからの竜巻じゃなかったんで、うん、返されました。もうこれはとりあえず真空、生真空ぶち当てタクでうまい、悪気のゲーム、おー全部通った、はい、どこ好きです、いいですね、でもやっぱ強い竜はこう足払いと波動のプレッシャーで固まったところを歩いて投げるっていうイメージ、川俣さんも割とやってくるありますね、はい、あそこでまた歩き昇竜とかもこう絡めたらもう、そうなんですよね、真空もタクがあるし、もう、そう、もうガイル側としてはもう負けたと、ああ一本取られたとふざけんなっていう感じになっちゃうと思うんですけどね、そう剣だとね、逆に頭にあるんですけど、はい、歩き昇竜なんかよく、竜でやられるとそうですよね、ああ真空か、安かったよ安かったよ、あるか、おお聞いた、あえてアン飛びじゃない早い飛びで着地昇竜仕込みでね、はい、じゃあさあアベビンさんと二回転さんどちらか、ニカさん先行きましょうか、僕喋ってましょうか、どちらがいいですよ、ニカさん、ニカさん指名で、はい、ニカさん舐められてるよ分からしちゃおうかな、川俣さんと、ニカさんのこうバイソン8-2 とか言ってませんでした、川俣さんが、そんなに勝てるんですか、ね、すげえな、ということはということは福山さんが4、うん、
で最後ニカさんが1本取ると、はい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 、まあまあそういうことですね、まあ、半分ぐらいのパワーだとしてまあそういう単純に、はい、そういうことですね、はい、はい、さあこれ綺麗だぞお互い、わあこれ今のはバイソンやり得感がよく見てると、ああ怪しい、長い、強いな、長いし強い、ヘッドグランドから立ち、シャガチュウが強すぎる、まあ相打ちで OK ですね、そうですね、リュウガーはまあ、ありさあ、あれはダメです、ここはそうなんですよ、赤いやつじゃないとダメですよ ね、完全に赤が出てなかったから終わりでしたね、さあ早くも2本ですか、はい、はい、2本目ですね、はい、2本目ですね、さあここは画面端行ってしまった、スペ見よっちゃうよ、さあ埋めた埋めた、おしゃれコンボしようとしたけど、ね、あー出なかったけどまあいいでしょう、おー果敢に投げに行く、終わり、あお終わりじゃないのかな、アッパー読みで足払いは立てるかな、でもゼロドットだから1はいけたんですかね、あれで、まあ、ちょっと難しい、ね、とてつもなくタイミングがドンピシャじゃないと難しいかもしれないですね、さあ相打ち OK のやつで、うわ大ボスから飛びが、ちゃんと入れてる、さあおしまい、もう捨てることないですね、さあ福山さんはこうニカさんの早い展開をちょっとね、そうですね、どっかで切り崩してという感じですよね、はい、でそこで自分のターンを維持し続けるという感じですかね、はい、なかなかね飛びは通らないんで、ヘッドもあるし、そうですね、ダッシュアッパーもあるし、なのでこう、はい、逆にニカさんの上の飛びをしっかり落とす、あーそうですね、そういうところからいってほしい、いいよきっかけを、いいよ、さあこの後いい赤いやつ、いいが赤なんですよね、はい、赤なんですよね、赤だったらかなりその後の展開、ね、非常にいいですよね、ありましたね、はい、ゲージもあったので、おーさあうわなんかヘッド出てるけど、さあ今の中盤入んなかったのが理由が悲しいですね、はい、さあいいぞ、おー大ボス2回、半飛びしっかりでからゲージ考えて、技の選択考えて、危ない、川又さんっぽい、ヘッド、さあやり毒ヘッド、うわー仕込んでるというか中盤入れてればいいみたいな、さああるよ、よく見て吐かせて、バイソンはおお避ける、避けれちゃうんだよね、あれどうする、さあいいぞ、これはあるよ、あーあーそこ止めてたらちょっとね、そうっすね、いい試合でしたね、はい、やっぱり、はい、こう短波を見てから切れると、はい、多分今みたいに打てなくなると思うんで、そうですよね、はい、まあ、あれをちゃんと切れる人はもう甘いだっていうし、そうなんですよね、そうなんですよ、でも逆にあこの人切れないからいいかなとか、あそうですね、バイソンがそれ見てますね、そうですよね、バイソン、はい、あとまあ半分やり得感あるんで、あそうですね、ガードして有利ですから、ガードさせて有利ですからね、うわさあ、あここまで、いやーやっぱりさっきの試合は赤いのが肝でしたね、そうですね、そう逆に言えばそれぐらいからきっかけがつかめそうな感じは展開ではあるんですよね、はい、今のも、あまあ僕は一言言いませんが、これ福山さん後で見直したら、あそことあそこ悪かったなってこうノートでも書いたり、はいはい、川又さんに教えてもらったり、あそうですね、ね、だいぶ変わるからこれいい組手だと思います、はい、てかなんとか言ってもう2回転4連勝ニカさんから福山さん頑張ってと劇が入りました、劇なんですかね、何なのか煽りなのか、はいはい、余裕の、はい、さあいいよ、いい波動、あうまかったけど竜巻は、
さあ、ニカさんも埋めるからなかなかいけない。さあ、下がって、いや下がってこの高速移動突進技。すごいですね、はい。これめちゃくちゃな技ですけれども。妹グランド、何でもありますからね。はい、うわやばいやばい。危ないよ、ピオリーチだよ。今のもう一回ストレート来たら、あれです。おー、来た、もう一丁いいぞ。投げ返して。うわグランド埋めていく。もう最後のタクだったらあそこ昇竜でピオっていうのもありでしたけどね。うわお疲れ様でした。2回転5勝で終了。じゃあ僕が最後はビビンさんですね。これ5頑張っちゃいますか。いや頑張っ最後のねめくり3段は良かったです。うんとあそこ4段。じゃあ僕行きます。ニカさん、はい、お願いします、はい、結構障害って誰トリピーか何の話ですか。福山さんもうちょっと温まってからの方がいいですかって阿部美さんが言ってたんでいやそれもう結構やってるからと冷え性でしょそれっていう話をして、ね、っていう展開ですね。さあ最後はアベビン。はい、アベビン。まあでもさっきにニーヤさんにも、ニーヤさんには 2,、はい、2勝で終わりましたからね。そうですね、止めてますから。まあ言うてもホンダでしょっていうところが福山さんにもあるんじゃないかなと。うん、まあでもペコさんに20連勝してますからねこの人。おあーアベビンさんも血行障害だそうです。あまだまだまあまあでも触ってないでしょうかね。そうですよね、さっき来たばっかりなんで、はい、ただ温まってなくても最初1ラウンド目はかなりの展開でしたが、うん、さあこれはねもうねサービスするとさすがに負ける組み合わせなので。そうですね、サイクシンクいいですね。3ヒット抜けたら相当でかいですね。あぶんねー。おーおーおー福山日和まくり。ちょっと無双を逃したのもそうですね、なんかあれはちょっとタイミング早かったので出にくいですね。んさああるのか。これはアベビンさんを無傷で倒したらでかいよ。これがやっぱり最初しっかりしてないですね。やばい、真空刺さる福山。あーうわーちょっとリスティっぽい。これはやる福山やりよった。本田戦の福山、本田戦の福山、はい。ということで福山さんが何勝、今日全部で10試合ですよ。8勝9、7か5、6、7で7勝3敗だね。負けがトータル7勝3敗です。さあ福山さん、阿部敏さんからおかわり入りました。あーまだ血行障害の話続いてたんですね。15敗、6、7、8、9、10、11敗。勝ちが福山の勝ちが勝ちが21で18敗ですね多分。負けが18、あ違うか、5、5、5、15、16、17、18、19、20、21。あ違う、こっちがこれ負けだ、福山負けが21だ。で、勝ちが1、2、3、4、5、6、7。少なくなるのか。勝ちが7勝ですね。7勝21敗で福山さんの大勝利です。まあ、はい、連敗。おー2連敗したぞ。あったまりが。いいよ。あったまりが。阿部敏さんがいいよとニコニコしながら。
あ、指導プレーだったみたいですね、これ。あ、と飛びまくるパターンの。そうですね、まだ5指導が入ってたという。あ、もうアベビンさんもね、温まったらまずいんで。はい。別の意味で温まってる。確かに。それがダメなのと。じゃダメなやつだったっていう。今のでも耐久難しいっすね。大足も正解じゃないし。ポーチでいいんじゃないですか。あそこもうあのロケッティアが、まあそうですね、うん、読んでればね、まあ歩き昇竜とかも、まあ、あの前だったら全然できるかな、ね、という感じではあるけど、アベビンさんはですね、あの端で飛んでくるときが多くて、で相模強キックをガードしてくるんですよね。はい。うわごめん、間違ってた、間違ってた、出なかった。ロケッティアも当たんないですね。ってことは、それこそ放置しかないですね。歩いて大足かな。いいですね、流れが来てるぞ。本田戦の福山なのかが、高尾さんが見守る中で、高尾、うん、いいですね、これで十分。あそこは波動拳打たないじゃない。さーっと、アベビンがまだ余裕の拍手。勝っても帰れない。なるほど。まあイベントはここまでとして、皆様参加ありがとうございました。じゃあ今日はこの後も引き続き福山さんを配信していこうかなと思います。あ、インターバル必要。もう無理。お疲れになった様子。福山さんどうでした今日。いや、もう川又龍が見てないことを祈るのみ。すごく怒られると思います。課題はね、見えたので。そうですね、うん、こういうまとまった試合をできたら、その課題を今後改善していくように頑張ってください。はい、どうも皆様ありがとうございます。バイソン戦そろそろ考えましょう。もうデモ画面でしたっけ。僕今日完全脳死プレイしてましたけど、脳死の安全連携だけで、やっぱ勝てちゃうんですよ、バイソン。あれキャラさひどいんで。でもなんとかなります。なんとかなります。なんとかしてください。ありがとうございます。よろしくお願いします。お疲れ様でした。